2022 J リーグ YBC ルヴァンカップグループステージ第5節、 D グループアビスパ福岡対湘南ベルマーレの一戦をお伝えしてまいります。そして米本、左山田へ、ウェリントンが中にいる、中に4枚いる、大橋こぼれ球をシュート、ゴールですね。決まりました。決めたのはバラダ。大橋こぼれ球をバラダが左足オフサイド振り抜きました。オフサイドですね。今オフサイドという判定でしょうか。フラッグ上がりました。ゴール認められません。湘南の方がすごくボールを持つ時間も長いし、シュートまで行ってるんですよね。さあチャンスになるか、打てるか。一旦左石原へ、中山田へ、山田シュート、決まった。今のはゴールですね。素晴らしい。先制は湘南、決めたのは山田、今シーズン2点目を挙げました。今のも石原選手のパスですかね、ラストパス、少し浮かしてボールね、ピッチ上が滑るんです。シーンありました。七です、中に入れます。田辺、北島です。シュート、シュート、うん、トップスに当たった。もう一度、いや今思いっきりの良さですね、シュート。クルークス、中に入れる、ヘディング、ワンマでした。この北島、わこのシュート惜しかったですね。ファーサイド、宮もファーサイド、誰に合わすか、宮七、もう一度まだチャンスですね。シュート、決まった。素晴らしい、ゴール、左足決めたのはクルークス。クルークス左足を振り抜きました。1対1同点。いやニアサイドにシュートはキーパーもなかなか。クルークス中に入れる、低いボール、フワンマ、もう一度中村から七へ、北島がいる、中に入れる、フワンマシュート、決まった、ゴール。おー素晴らしい。決めたのはファンマ、ようやく生まれました、自身今シーズン初ゴール。福岡2対1勝ち越し。まあ、七選手の、ね、クロスボールね、すごく見てましたよね、ファンマ選手の動きを。ホームでは滅法強さを見せている福岡、守りの時間帯になっています。攻める湘南、集中してますね、福岡の方。アディショナルタイムのこの守備、特に集中したい話していました。今長いホイッスル、試合終了です。アビスパ福岡対湘南ベルマーレの一戦、2対1でアビスパ福岡が勝利ということになりました。ファクティッタム、ゴッサブスカイショーン YouTube J リーグインターナショナルด้วยนะครับ Like, Subscribe, Get Push Notifications Like, Subscribe, Push Notification.